はい、ということでワンピースカードザベストを開封していきたいなと思います。でこちら動画とライブ配信どちらもやってて、ちょっとテレビ音声かぶるちょっとテレビの音消しますね。はい、ライブ配信でもやっておりまして、ノーカットで行っていきます。で今回のザベストなんですけども、まあ、基本的にはナミのコミパラ、背景が原作漫画になっているナミのコミックパラレルっていうのがあるんですけど、それが一番のレアなんですよね。だいたい相場は10万円ぐらい。ただちょっとね、これも都市伝説級の確率でしか出ないっていう風に言われてるんですけど、このナミじゃなくて1パックで今までのコミパラが10枚入ってるパックがあるらしいんですよ、このザ・ベストに。それやばくて、っていうのはコミパラ大体10万円ぐらいするんですよ。で10枚入ってるってことは100万円なんですよ1パック100万円の価値があるものが入ってる可能性があるっていうところで、こう今までのねワンピースカードにない感じなんですよね。ただそれはねほぼ入ってないらしいですね。確率的にはもう都市伝説級というふうに言われております。ということで開封していきますか。はい、はい、これはこの横に置いていきますね。ちなみに一つね税抜き5000円ですね。で今9箱あるんで、国士4万、税抜き4万5000円です。税抜き4万5000円。じゃあまず記念すべき一箱開けていきます。そうですね、あ、ちょっとあれ、こうやってねパカって全部開けるんですけど、あとで保管、カード保管用に箱を使いたいので、ちょっとここのセルテープのとこ切りたいので、ここ切るやつ。じゃあ、今からライブでワンピースカード開封していきます。狙うは1パック100万円相当のパックですね。コミパラ10枚が入っているパックがあるらしいんですけど。はい。10枚入ってるんで、ね、結構厚みありますよ。ちなみに、ちょっと一回、もう袋一回出しちゃいましたけど、重さ測ってみましょうか、重さ。重さに違いがあるのか、重さに違いがあるのか確認していきましょう。ということで一回戻し、開けちゃいましたけど戻します。理論的には変わってないはず。ちょっと見えにくいかもしれないですけど、235.5 と0の間ですね。235、ちょっともう一回切って入れて235、はい、235、235、同じ235、同じ236、 1g 重い、こっち置いとくか。236、 1g 重い、235.5、5.5、 ちょっと間来ましたね、間236、ちょっともう一回こっち測ってみよう。235、はいはい、でこれももう一回測、235.5、
箱でね、今重さが違いましたね。こっちが235.5、こっち236。まあちょっとこの 0.5g 刻みでしか測れないんですけど、この計量計。まあでもちょっと違いが出ました。並べておきましょう。一旦235、235.5、236g ですね。さあ 235g の方の箱を開けて、さらにパックごとに比較していきましょうか。22グラムだぞ、大体。22。これもう一回測ってみるか。21.5。ほぼ22だけど 21.5 と揺れてる。じゃあちょっとやっぱ軽めにやっておきましょうか。はい。22g と 21.5g のカードで測れました。レアの方が重い。レアの方はね、重い気はするんですけど、今で言うとこっちの軽い方が1パック、重い方が残り9パックって感じですね。この差は何なんでしょうか。まあ一旦開封していきます。ちなみに箱で言うと今一番軽い方ですね。 25g の方、25g、 もう一回ちょっと測る、もう一回は測って、235ですね。235.5、236。はい、で今軽い方ですね。 235g の方を開封していきます。で一番軽いやつ、そのパック、その箱の中でも一番軽いパック開封していきます。はいはい、ドンカード来ましたね。これあれか、ライブの方は一応見えてるのか。何、モビー、はいはい、ドクロマークのパラリルというかホイールカードですね。キラーカード、はい、これで、まあ特に当たりでもないですね。こんな感じです。ワンパック目 SR 入ってますね、白ひげの。あ、つうか同じ、同じカードだけど、光り方が違うやつ入ってますね。これドクロマークが入ってるんで、このシリーズね、ドクロマークのホイールが入ってるやつがあるらしいんですよ。多分1パックに2枚およそ入ってるのかな。でこのパックはそこまでいいカード出なかったですね、結局。ドンカードも全然普通というかレアリティが高いやつではない。はい、一旦ここ置いておきましょう。じゃあ重い方開封していきまして、はい、あー、これはこんな感じ、ベビーファイブのドクロホイール、はい、スムージー。これも別に刺したるあれじゃないです。どんどん開封していきます。ロムカード来て、マキノ。このカード結構使える。このカード結構使える。マキノのカード。杯の SR で、お、3000世界。はい。でも、まあ大したことないです。
さあ、なんか引き悪いな、引き悪いな。気悪いなぁ。 S は、はい、うん、まだね、特にパラレルカードは来てないですね。パラレルカードが1枚か2枚入ってるはずなんですけど、1箱に。お、ドンカードのちょっとキラキラしてるやつ来た。ダム、ツ、うんうん、キット、はい、これも別に普通ですね。はい、どんどん引いていきます。レア出てこいや。そうですね、レア出てきてほしいです、うん、はいはい。レア出てこいやって感じですね。あ、サンジのピラフね、これめっちゃいいカードですよ。この波デッキ、波をイーラーとするデッキ組んでたらすごいいいカードですね。波デッキはその山札がなくなったら勝ちなんですよ。でこれカード2枚引けるんで山札減らせるんで、これめっちゃいいカードですね。サンジのピラフ、波デッキだったら必須級のカードですね。あー、サボの、はい、これもダメですね、うん。まだパラレル、あー、なんかリーダー、あー、これ赤色のやつ確かリーダーカードなんですよ。一番後ろにあるってことはもしかしたらリーダーカードのパラレル入ってる可能性ありますね。うん、おー、しかもルフィのドンカードやん。最初ルフィ、ニコ・ロビン、トラファルガーロー、白星、ウィン・スモーク、サンジ、おー、おー、4時、はい、3時、3時リーダーからカードパラレル来ました。これはね、このザ・ベストの中でもちょっと目玉のカードですね。まあ、これが普通、通常の3時のリーダーカードなんですけど、これのパラレル、レア度が高いバージョンがこちらですね、3時。これは、いいですね。狙ってたカードの一つ来ました。ただそんなに価値がすごいあるかというとそこまでではないとは思いますが、一応カメラに近く、カメラ近くこうやって出しとけば3時、はい、調べますか。ちょっとスマホ、もう一個のスマホでお調べするのでちょっと待ってください。ワンピカーカード、ザ、ベスト、あたり、今ね、ちょっとサンジのカードが相場いくらぐらいなのかをお調べしております。はい、あー、4500円ぐらいですね。ただ初動の買取価格はなんと22,000円、初動の買取価格だと22,000円、今は4500円ぐらいらしいですね。これ見えますかね、これ4500円ぐらい、はい。まあでもね、狙ってたカード欲しかったんで1個来ました。さあ、やっぱりね、一番最後やっぱパラレルが入ってるんですよ、基本的に。で、そこがリーダーカードだったらもう確定ですね、パラレル。あ、このガードポイントもね、すごいいいか、使え、めっちゃ使えるカード。3、お、なになに、あー、遺贈か。遺贈のこれパラレルだな、これ。へぇ。あんこも。うんうん。なんか光り方なんかちょっと面白いんで、ちょっと一旦撮っときます。なんか光り方面白かったんで。
じゃあ他にない感じのちょっと光りかかったかった。あ、はいはいはい。あーこれか。これ系のちょっと光のやつあるんだね。ちょっとどういうレアリティのやつかわかんないですけど。ドクロカードで光ってるやつじゃなくて、ちょっと違う光り方してるやつもある。はい、どんどん回復していきまーす。あー、マッキーの来た。マルコ、シャンクスのシークレットですね。あんまり価値はないんですけど、そこまで。一応、出しときます。はい、最後。回復します。ちょっと。はい、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 はい。あ、ウォーハンコック。お、3時。マルコ、はい。こんな感じですね。一応3時のリーダーカードのパラレル来ました。じゃあちょっとこれ、残りはしまいます、早速。でもなんか結果的にそこまですごくいいっていう感じではなかったですね。どの辺に出してたら見えるんだろう。この辺ですか。一旦3時で、ちょっと気になるシークレットはシークレットで、この辺置いて、ちょっと分からんけど、こんなちょっと適当な並びで。で、ちょっと切るやつ、切るやつ。カードのちょっと置き場所が。まいっか。はい、2箱目いきまーす。これまだ軽い方ですね。軽い方から順にやっていきましょう。で、またパックの重さ測りますね。22g。見えないか。22g。22。だいたい22かも。22。22。あ、全部22。重さ全部同じでした。はい、じゃあ回収していきまーす。3時のリーダーカードしたかな。幸先がいいのか悪いのか。はい、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 はい。お、3時のピアフのドプロパラレルですね。パラレルじゃない。これなんて言えんの？ホイールかな？あ、白星のパラレルじゃないですか。これが、あ、この光り方がパラレルか。はい、はい、はい、はい。これドン、あ、なるほど。これドンカードのパラレル、遺像のパラレル、白星のパラレル来ましたね。はい。白星のパラレル来ました。ちょっとパラレルここ並べとこう。で、これシークレットここ。はい。こっちか。いやー、3時来たのはちょっと嬉しい。お、ドンカード。チョッパー。ゴムゴムの、はいはい。で、このザベストはですね、今まで発売されたカード
で、人気があるカードを再録してるっていうシリーズですね。あ、ドンカードのパラレルですね。うん。ドンカードパラレル。ドンカードパラレルだけ、ちょっと分けときますか。はい。これもパラレルって言っていいのかな。本当はね、ドンカードの周りがさらに金色になってるやつが一番いいパラレルなんですけど、それではない。はい。ちょっとね、ザ・ベストはね、今までのバンテッジカードと若干なんかちょっと違うんで、リアリティの分類がちょっとね変わってるんでね、あんまり把握してないんですけど、はい、いきますね。さあ、100万円のカーパックを引くかどうか。はい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 、もうハンコック、はいはい、3時いいぞ、はいはい、はいはい、3時のピラフ、はい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 、3時、はいはい、白星、これがあれか、うん、うん、さあまだまだ開封していきます。100万円パック当たったらいいなぁ。ミパラ、ミパラが揃う今までの、ふん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 、これも波デッキに使えるな、このワーハンコック。はい、シークレット出ましたね。シークレットじゃない、あ、これは結構これ周りの縁が 金になってる。ちょっとあの単純ななんかシークレットとかパラレルとちょっと違うかもしれない。周りが 金になってるパラレルですね、これ。へえ、ちょっと避けとこう。うん、いやでもこれあれか、周りが金になってるのは、うん、キャラクターじゃなくないからか。うん、まあいいや、一緒だ、一緒のレアリティやったな。はい、一緒になります。はい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 、あ、ガードポイント来た。コービー、あ、ボルサリーノ、はい、スムージー、はい、今のところちょっとこの箱は微妙っすね。微妙だ、はい、微妙だ。さあ、ラストワンパック。あんまいいの出てこなかったから大丈夫か。お、ヤマトのシークレット来た。これも別にあんま高くはないんですけど、はい、ヤマトのシークレット来た。さあ、2箱目もそこまでって感じでしたね。うん、やっぱ結構なかなかいいの当たらんわ。はい、3箱目どんどんやっていきます。さあ、いいの来てほしいですね。そうですね、いいの来てほしい、いいの来てほしい。これも一応測るか。 21.5、お、軽い軽い、22 22
22。なんか1バックだけ軽いのありましたね。これから先開けていきます。特に、ルフィ、特にって感じでしたね、特に。さあ、重い方、開けていきまーす。あ、これシークレットだな、クザ。はい、シークレット。これもなんかドンカードパラレルかな。はい。これドンカードパラレルってなのかな、言い方が。言い方がね、ちょっと何が正しい言い方が。パラレルの、パラレルでいいか。このドンカードでも縁が金色のやつだったら多分スーパーパラレルですね。これパラレル、あ、違うか。ホイール、ただのホイール。はい。全然来ないぞ。ちょっと今回ね、あんまもしいいカード来なかったらもう、ちょっと買うのをやめるかもな。今回いいカード出なかったら、ちょっとや、買うのやめるかも。そういう意味で早めに開封してよかったですね。はい。よいしょ。今もう3時ぐらいに出てきてよかったカード。100万円のカードは18金でダメってのかな。100万円はあれですね、あのスコミックパラレルって呼ばれる歴代のカードが1パックに全部入ってるやつですね。10枚で1枚10万円。これはパラレルだな。これはパラレル。これパラレル。はい、パラレル。キットのパラレル。それがね、入ってるだけで、なんか、ダメ。18金じゃないんですよね。18金だったら重いですから、なんかすぐ分かりそうですね。めっちゃ重いみたいな、このパックだけみたいな。はい。さあ、ラスト1パック。さあ、ラスト1パック。残念。負けって感じ。いや、箱ね、やっぱ大事な箱。箱大事。もう保管。箱ないともうカード保管する場所がない。箱ね、超便利。最近箱をね、回収するとこはまだあるんで、まあ、カードの転売みたいなのがね、もうだいぶ収まってきてるんですけどね、まだね、転売対策で、カードを、箱をね、回収するところがあるんで、ちょっと困りますね。はい。22。21.5。悪い。22。一応ね、全部重さ測ります。後で調べて、あ、重かったんだとかね、軽かったんだみたいなのが
22。まあこの計量計じゃちょっとしょぼすぎてね、細かな差が分かんないですけど、はい、またちょっと軽い方からいきますね。はい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 、はい、パラレルなし。バルトロメオのパラレルきた。なんか光かと思れ。はい、いらないカードは見るかに。いやー、ま、今までねカード売ったことないんですよ。一旦ちょっと保管して考えるって感じですね。あとまあデッキ組めそうであったらデッキを組んでみたりとか、うん、メルカリでね、まだ出品したことないカード。あ、ルフィのシークレットか。ルフィのシークレット、はい、うん、パラレルか、ドンカードパラレル。今回の狙いはね、その100万円パックか、ナミのコミパラなんですよね。あと、まあ、サンジのリーダーカードもね、パラレルも狙ってたんで、まあ、それはちょっと良かった、手に入った。一旦。うん。さあ、どんどん開封していきます。おーっと、ローのパラレル来ましたね。顧問ですけど、あれ、ローのパラレル。はい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 。いやー、まだスーパーパラレル来てない。ドンカードのスーパーパラレルですら来てない。え、他ちょっとどんな種類があったっけ、カード。ちょっとスマホで、ふん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 、ちょっとね、どんな種類のカードがあったか再度確認してますね。うん、やっぱドンカードはスーパーパラレルがあるんですね、金縁で。はい、はい、軽い方、一番軽かった方の箱を全部開封しましたが、まあ3時のリーダーカードぐらいでしたね。リーダーのカードのパラレルカードぐらいでした、良かったのは。ただ言うても一番軽い箱だったんで、もしかしたらそうあんまりいいのカードが入ってなかったのかもしれない。では次、中間ぐらいの重さの箱を開封していきます。
よし、 0.5g 重い。パックの重さもやっぱちょっと変わってくるのかな。22g だ。やっぱ22、全部22ですね。はい、開封していきます。いやー、どんどん開封されていく、どんどん開封されていく。はい、どんどん開封されていきます。はい、サンジのピラフ結構入ってる割合高いですね。はい、はい、ロンカードのパラレルですね。はい、今6時38分。開けていく、開けていく、開けていく。あー、ラディカルビームパラレル。はい、どんどん無残にも開封されていく。あーっと、ルフィのシークレット2枚目かな、同じかな、同じっすね。なんか若干ちょっと同じは同じと思うんですけど、なんか若干なんか手触りが違うんですけど、気のせいか。はい、あ、これサンジのリーダーパラレル2枚目じゃないですか。これサンジのリーダーパラレル2枚目じゃないですか。これちょっとこうずらしときますか。はい、まあ普通普通普通。これ3時のリラカパラレル2枚目じゃない、これ。はい、出た2枚目。まさか2枚来るとはって感じですね。はい、リーダーパラレル2枚引きました。今相場で4500円、初動価格は2万2000円ですね。3時のリーダーパラレルってね、そう、結構当てるのむずいんですよ、本来。でも今回、2枚入ってましたね。2枚ゲット。ナミのコミックパラレル来てほしい。けど来ない。確率的に言うと、もうこんぐらい箱買っただけじゃ当たんないですね。もう段ボール、段ボールで何箱レベルぐらい買わないと当たんない確率だと思うんですけど、でも来てほしい。100万カードは限定、わかんない。それすらね、情報がおそらく公開されてないですね。あの限定何枚かとか、どんぐらい入ってるのかもわかんない。多分ね、ほぼないと思うんですよ、ほぼ。情報すら出てこない。でもあるらしいとはされてる。はい、あ、一応重さ測るか。22、
22。今からね、今開封してるのは重い方の箱ですね。一番軽い方の箱に比べて 1g 重かった方のボックス、今開封を始めようとしてます。で、パックの重さを測ったんですけど、パック自体は 22g で変わんないですね。まあちょっとこの重さ測るやつが 0.5g 刻みにしか測れないんでちょっとあれですけど、さあ重い方のボックス開封突入していきます。ラスト4ボックス、さあ出るか。アイキットのあれですね、パラレルですね。アイキットのパラレル、ドンカードのスーパーパラレルで全然出てこんな。サンジのリーダーパラレルは引けたのに、ドンカードのスーパーパラレルが全然出てこん。はい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 、あー1パックでいいんですよ。1パックで、1パック出てくれればもう勝ち。100万円パックが1パックも出てくれれば勝ち。もしくは波のコミックパラレルですね。波のコミックパラレルあと来てくれればいいんですけど、来る気配がない。はいはいはい、はいはいはい、が3時のプラフがめっちゃ入ってる。まる、おー、シャンクスのシークレットですね。はい、ドンカードのパラレル、スーパーパラレルではない。はい、ローのドンカードのパラレル来ましたね。あ、はいはい、はい、ない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 、ラスト終わり、この箱終わり。いやー出てこん。出てこないなー。はい、さあラスト3ボックスですよ。ラスト3ボックス、ラスト3ボックス、一応重さもかかります。例のごとく22。ポケモンカードはね、シリーズによっても重さで完全に分かるパックとかあるんですけどね。ワンピースカードは、ワンピースカードは基本ね、重さで分かんないようにはなってた気がするけど、一応重さ測ってみます。全部22が、さあラスト3ボックスですよ。3時のピラフめっちゃ入ってた。
確かに以前すごい欲しすぎてね、普通に3時のピラフをカード屋さんで買ったことあります、ね、はい、ダメだな、ダメですな、これは。ダメだ。おーっと、チョッパーのパラレル、なんか絵がいいっすね、これ。チョッパーのパラレル、ちょっと絵がいい。はい。ない、ない。なんかシークレットっぽいカードがあったぞ。カイドウのシークレットっすね。はい、そこまであんまり勝ちないんで。はい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 、いやー元気がなくなってきた、元気がなくなってきた。あ、桃之助のパラレル、はい、元気がなくなってきた。夜ご飯何食べよっかな。夜ご飯のこと考えながらカード引こう。一応メロンが入ってるっちゃ入ってるんだけどな。メロン、とか天津麺、天津麺作ってもいいかな。ドンカードパラレルですねこれ。納豆ご飯もできますね、納豆があるんで。はい、この箱終わり。すごい、なんかドンカードのスーパーパラレルがもっといっぱい入ってると思ってたんですけど、全然入ってないですね。普通のパラレルしかない今のところ。めっちゃ低いんや、スーパーパラレル。まあ波のコミパラが来ればまあいいんですけど、一応例のごとくね、重さ一応測ります。22、残りわずかですね。残りわずか、あと 2箱、2ボックスだけですね。あとん22、ん、あ、これ 22.5、 重いのあった。1個だけ、1個だけっていうか、まだ1個かどうか分からんけど、22、なんか一個だけ重いのありましたね。一個だけ。これちょっと残しときますか。軽い方開封していきます。22.5 の重さのパックは初めて。まあ誤差かもしれないですけど、単純な。はい。
出てこないなあ。クラッカーのパラレルですねこれ。はい、はい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 、電気がなくなってきた。トムカード。いやー、ワンピースカードの中で一番、あ、やべ、なんか散らばってしまった。一番渋いな。これなんかパラレルっぽいな。神の裁き。パラレル。はい。一旦メロン食べよう。メロン。一旦食べたらね、ちょっと手が汚れるんで、メロンはね、ちょっと食べるにしても後で食べます。うん。よいしょ。うん、一応、先に全部引いて終わらせます。カイドウのシークレット。あとね、これですよ、この。もう一回測ります。 22.5g だったんですよ、これ。これだけ。あら ?22.5。 うんうん。これだけ 22.5。 さあ、他の今まで引いたパックの中で一番重いカードですね、これ。何が入ってるんでしょうか。おーいと思ったけど、まあ、パラレル、一応パラレル、ドンカードのパラレルが入ってた。これ、杯の。まあ、おーいって言ったけど、普通でしたね。まあでも、パラレルが一応入ってた、重い方に。やっぱ重いとパラレルカード、入ってる指標になるかもしんない。さあ、ラスト、アンボックス。ラストワンボックス。こんだけ買って。こんだけ買って、ラストワンボックス。奇跡起きます？これ。最後の最後で。奇跡起きますか？遊戯王の遊戯みたいな引き当てることができますかね。はい、一応重さ測ります。22。もうラストですね。そうですね。もうラスト。22。あら、21.5。21.5。なんか軽いやつ1個ある。22。なんか軽いやつ1個ありましたね。ちょっと軽いやつからいきますか。これだけなんか軽かったパック。さあ、ラストですよ、これ。ラスト侍。ラストワンピース。今日は温泉にも行かずに、家で開封しておりますが。やっぱ何も入ってなかった。さあ、来い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 。あ、3時のピラフパラレル来た。あ、
んまりね値段ついてなさそうですけど、あのサンジのピラフのカードがすごい好きなんで、まあちょっと嬉しい、ちょっとだけ嬉しい。さあ、さあ、こい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 、全然来ない。あとちょっと、わずか、わずか。3、4、5、6、あと残り6パック、残り6パック、残り6パックですよ。来ない、何にも。つかドンカードのスーパーパラレルさえ来ない。一方でサンジのリーダーカードは2枚引き当ててるという。お、これは勝利フラグか。ルフィのドンカード来て、あ、ウルティのパラレルですね。ウルティパラレル、はい。あともう4パック、もう無理だ。いや、諦めたら、ここで試合終了ですよ。諦めるんだ。俺の力を信じるのじゃ。はい、ヤマトのシークレット。ラスト3パック。ラスト3パック。あ、ドンカードパラリル。はい、特になし。ラスト2パック。特になし。ラスト1パック。ラス1、ラス1、ラス1です。もう見てる人もあんまりない。開封で、これはもうね、ちょっと見ませんっていうのが、あの、僕は見ずに、もう一旦こう皆さんにお見せしましょう。じゃあ目つぶりますね。目をつぶって、はい、開きました。僕はね、今何当たってるか分かんないですよ。皆さんが先に知ってる中身を。目開けて、ね、目閉じてます。こんな感じでしょ、こんな感じ。さあ、目開けますね。はい。はい、残念。はい、残念。残念。ちょっとダメだ、ザ・ベスト。ダメだ。一応なんかあの、バンダイナムコの公式で1個予約してる箱があるんで、それは届くかもしれないんですけど、ちょっともうね、買わないかもな、こんな、引きもそうですけど、うん、この辺パラレルですね。今までの、はい。か、まぁ、あ、ちょっとちょっとは、なんか絵はいい感じですけどね。まぁ、サンジのピラフとかも。はい、残念ですね。残念。うん。まぁ、あ、この辺のね、ちょっとパラレルカードの価値は、ちょっとわかんない。今の段階では、
でもそこまでね価値高いやつはあのパッと見なさそうな感じで、ドンカードも結局通常パラレルばっかりでスーパーパラレルは来てないですね。うん、であとシークレットもねいっぱい出ましたけど、まあ、シークレットカードそのものがそんなに別に価値ないんですよね。ヤマトのカードがいっぱい来てる。であと今回で一番単体で価値あるのが、まあ、サンジですね。うん、サンジのカードです。リーダーカードこれぐらいかな。うん、残念で、ちょっとパッと見いけなかったな。いやードンカードのスーパーパラレルでさえ引けなかった。そこがちょっと痛い。価値のあるカードはいくら分ぐらい？これあの最新の相場で3時のリーダーカードは4,500円で、初動このカードがあの発売された時の値段で言うと2万円ぐらいの価値はしてたんですけど、今は4500円ぐらいですね。うん、やっぱ結構当たるんかもしれないですね。割とリーダーパラレルってあの本来ね結構当たりにくいカードなんですけど、もう2枚も当たってますし、結構当たりやすくて市場に流れてるんかもしれない。むしろあのドンカードのスーパーパラレルの方が今相場高くて、うん、あんまりやっぱ当たりにくいんかもしれないですね。今やっても全然当たらなかったですし、で多分ね他のこの辺のパラレルカードも、まあ、よくて数千円ぐらいじゃないですかね、もしいいやつがあったとしても。パッと見ねそこまで、うん、本当にそこまでね、いいやつなかった。うん。ちょっとよく調べたらね、このいいやつあるかもしれないんですけど。このチョッパーのね、パラレルなんかちょっと光り方っていうか絵柄が面白い。あ、はるさんこんばんは。ちょっとワンピースカード開封しましたけど微妙でした。うん、微妙ですね。今仕事終わりました。お疲れ様です。ああ、このチョッパーも600円ぐらいか、一般相場。安い。はい。という感じで、この開封動画は一旦終わって、この後ね、また、ご飯ライブするかもしれないです。一旦終わりますね。